日本福岡県北九州市戸畑区座屋が谷小が谷は福岡県北九州市戸畑区の半昌地名。町名としては西鞘屋谷町及び東鞘屋谷町がある。地元では西が谷と呼ばれている。戸畑市街地の南部に位置しており八幡東区と隣接する市街地で地区の北側から南西に国道3号戸畑バイパスが通っている。地区の中央を 巡洋河川の天雷寺川が南北に流れ、上流部は源流となっている。地区の南部は丘陵地帯となっており、美術の森公園等に利用されている。また、丘陵地の地下部分を山陽新幹線の北九州トンネルが通っている。住宅地の大半は新日鉄や幡製鉄所の社宅、鞘が谷アパートがあり、一部の敷地は 新日鉄都市開発によってマンション及び小建て住宅地となっている。三方山に囲まれた南北に細長い平地で、その地形が刀の鞘に似ていたことからついた名称である。北九州市の人口と伯旭より、西鞘形に、東鞘形にの合計。2013年10月29日閲覧。北九州市のホームページ。 戸畑町名の由来なんか高級住宅街っぽくて、良き、ありがとうございます。